前回までの飛ばす筋。新しいメンバーが4人も来てくれました。めちゃくちゃ刺してくれるんだけど人間ですよ、僕人間ですよ。なんだよ、魔法要素を見るだけ先に作ってんじゃねえよ、お前これ今すぐ破壊しろって言われて、で、そのアイテムを破壊することになりました。喧嘩して高木来ねえのかこれ。はい、ということで今回は前回のメンバーと同じメンバーでね、ビッグザーグやっていきたいと思います。安内さんも可愛いんだけど。よいしょ。あ、地上が見えねえ。なんだってんの。ごめんなさい。今あ、ごめんなさい。やば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 。やっちゃう。俺がみんなペガサスの本性さらっちゃう。さらっちゃうよ。あ、それはそれで怖い。さらっちゃう。触っちゃうじゃん。何でしょうね、お前は。トイレで寝てました。やば。どうやってトイレ寝んの。やべえ。うんこしてたら睡眠に着きます。やばいっすよ。やばいな。ニトラルド。風の魔石みたいな。緑の魔法石。風の魔法石。あ、風の魔法石か。すごい、なんか見つけたけど、もうわけわからん。俺どこにいんのこれ。フォートナイトやってんすか。フォートナイトじゃねえだろ。フォートナイトなんで風の魔法石で出てくるの。何の要素。キックサークです。キックサークみんなでやってたの今。起動します。赤いなの、赤いの出てきた。赤いのは火の魔法石です。火の魔法石。水色が水の魔法石、赤色が火の魔法石、何に使うんだろう。緑色が風の魔法石で、紫色が雷の魔法石で、オレンジ色が大地の魔法石。そんなに色々あるの。なんか今日どこだっけ、どっかで花火大会があったんです。ああ、俺ちょうどそれ外で見てた。帰る時マジですか。ちょうど見えた俺。で、それで、今日何時ぐらいだろう、6時とかに一回外出たんですよ。なんかもうめっちゃ可愛くて。それがいいこと。そういうことしか言いなくなっちまったんか。やばい、最近俺の配信でも2人しか言ってない。これ安っこいつ。今何、ザンギとニコン何してんの。奴隷組は俺今、インゴット焼いてます。2人で俺今って言うなよな。俺は収納ボックスに入れてます。巨乳も見たい。マジ最近やばい。もう黙れよお前、もういいって。最近やばいもんだ。玉くん報告してくるんですよ。玉くんなんか男の声聞いて立ったとか、なんか立っちゃったどうしよう。ハリケンさん、ハリケンさん、俺今のでしちゃいました。玉さん、ツイッターうるさいです。ツイッターうるさい。嘘、何も持ってねえだろ。すごいっす。いや、人気ってことだよ、お前。いや、なそれは。ね、みんな羨ましいな、これ。ちょ、読みますね。いいな。寝てる間にお母さんにクスビデオ見られるぞとか、クソつまんないやつ送ってくれば、なんか、きったね、ばっちゃちゃってやつおいしい。お前と同レベルじゃねえか。これ何、いろいろ入ってんの。過労死。過労死草。この真ん中のやつにインゴットとかいっぱい入ってます。アリケン配信の質疑。インゴットからの、インゴットで作れる。インゴットからのてめえ殺すぞ。赤ちゃん見てに笑うなお前。それな、かわいいんだよ。トモさん、何俺やったかもしんない。え、何をだよ。今なんか大パンしたら午後の紅茶こぼれて、パソコンの上になんか丸い穴開いてるじゃないですか。ああ。この中にゴーガの紅茶がジョーって。終わった。あ、高木バイバイ。高木、それ PC 落としな。PC 消しな。ああ。もうめぐみチャンネルが一体ねえぞ。めぐみです。誰だ、あそこでめぐみチャンネルを奪ったのは。おい、ザンギ。おい、めぐみチャンネルお前奪っただろ。これやばい。空中戦。空中戦、ドドドド。ドドドドじゃねえお前。
俺のめぐみちゃんなら勝手に拉致しやがってよお前。ペガサス？うわなんか頑張ってる。ペガサス？ペガちゃん？おい。邪魔すんだよお前ら。ペガサス？お前質問する今あって今。いやいやいや。変なやつが変なところブロック。おいや。なんだこれ使いやくやばいこれ。やばすぎる。もう家作らんもん俺にもう壁が何このめちゃくちゃな家おめえなんあの57になりました戻ってきたあの行かれた携帯なんですけどあ僕のパソコンはどうなるんですかやべえだろう画面共有画面共有はなんで切れてんだよ画面共有ってどういう意味 LINE とかだいんお前、いつの子だよお前。お前何年生まれ本当に。大正生まれでしょ絶対。だいん。すげえ大正ってわかるんだ。学校行ってないのに。バカにされてる。バカにされてる。不登校バカにしてあかんで。だって残業はまだ令和になったことも気づいてないもんな。令和ってなんすか。やばいぞこれ。なんすか。なんすか。見てないと思いますこれ。毎度って言ったら揚げ物飲んでるみたいなもんですからねそれはちょっとね竹馬許してもらっていいよ持ち悪いなこの二人組二人組ビデオツアーで見してよめっちゃビデオツアー見たいよなんかやばいなんか高木とエロイプしたいんじゃないもしかしたらやばいやばいキモいキモいキモいなんであのちょっとあのそれは別でやってもらってちょっと別でやってもらって俺らは別に止めないよいいよ別にそういう趣味も別に悪くないの今エロ動画見てるからいいエロ動画見てるからいいって言って問題発言すぎるだろこいつあの DM でハレンチさんかなえ違う今通知音源来てたのになくなってたなんか今開いたら何もなんかないんだけどやばうわに匂わせだ匂わせ黙れお前なんでお前に匂わせだよいやー匂わせるみたいなことも誘惑するなんて匂ってるお前匂ってるねお前詐欺ふざけるな誰の仕業ですかこれえこれ3段ぐらいもそんなにひどいんかこれ俺んちがちょっとたまさんちょっとあの入りにくいなと思ってさこれ犯人探しするべきじゃんこれはこれもちょっとこれきちいこれちょっとどこにあるのどこだえちょっとたまさんどこだたまさんどこだいないいないばーいないいないばー匠の心遣いはいらないんですよそんないないいないばー終わったほとんど外だこれ犯人誰でも中にめぐみチャンネル入ってきためぐみチャンネルが俺にくるく暴れてる終わりだもんしかもめぐみチャンネルが中に死にめぐみチャンネルお前ちょっとおいなんでなんでめぐみチャンネルが気絶し溺れたアリケンの家溺れたそれ首グラングラなってるこれ大丈夫かめぐみちゃんならアリケンの足の匂い嗅いじゃったかなこれ大丈夫かなたまさ見てたまさ見てあ、なにこれ太鼓だすげえすごいすごいすごいかわいいやらしてやらしておかわいいかわいいシュールなんだなんだなんだ来たなんでめぐみちゃんなら死んだおい誰が死んだ誰が死んだんだめぐみチャンネルがまたかよめぐみチャンネル今日2回死んでるエリーさんが担当ってやつねセクシーだよセクシーセクシーお前やばくねやばいぞちょっとワイが見えなかったろ俺が怒るぞ。あのね、ないからやばいぞ。性欲がやばいぞ、今。発情期の猿みたいよ、本当に。お前はでも週12回やってるんだろ、お前。はい。はい。いやいや、お前も猿やんよ、お前。でも自分で抑制できてんのよくないっすか？抑制できてねえから12回だ。いや、抑制っていうか、自分でこの性処理してんのよくないっすか？僕、誰も迷惑かけてないっす、僕。
しいて言うならお母さんに、ちょっと最近ティッシュの消費多いねって言われるぐらい。本当に言われたの？ガチ言われましたよ。感づかれてるやん。俺小学校3年生からやってるんだから察してくれよ。お母さんに見つかってるから、俺小2ぐらいで見つかってるから。え、なに TS はどんな風に見つかったの、お母さんに。冬ぐらいに、うん、こたつの中でズボン脱いで前にお母さんにちょっと言ってて、で、それが見つかりました。え、なんで見つけたの？揺れてるから。いや、そんなに激しくやってないですけど、でも、うん、なんか感じたんじゃないですか、わかんないですけど、こたつの中、うん、バッて開けられて、うん、それで見つかったって言ったんです。え、なんて言われたの？いや、あんたそれ、あの、どこで知ったの？そう、いとこからって言って、それをね、うん、あの、お兄ちゃん、あの、お兄ちゃん、お父さんにもうバラされ、その夜は大変バラされたの？バカにされて。やばいな、それ。言われたからな。よく正気を保ってられるな。すごいな。お母さんもやばいな、結構。いや、やばいんですよ、ほんとに。狂気じみてる。しっかり。だから、あの、そうやば。じゃない。人んちを砂で埋めるのやめてもらいます？え？何それ、なんか楽しいことしてるな。ちょっと、いや、今外で取り行こうと思ったら家の下の土の中から案内さん出てきたんですよ。モグラだ。だってなんか俺気絶してんだけど、熱中症で。熱中症だ。カッサッサッ、ちょっと待って、薄く見えるけどなんかされてる俺。ちょっと待って、死んだ、あれ死んだ。うお、生き埋めにされた。かわいそう。サモさん今どこいます？俺今ね、整地してる。どこいんの、ニコン？ん、今ここアリキンさんの家のところです。あ、オッケーオッケーオッケー、行こう。行きますよ。うん。はぁ。なにそれ。レイド、レイドしてる。レイド、サモさん、レイドしましょう。レイド、レイドしよう。よし、ファイヤークラッカーって。え、なに防御防御防御してる。防御やばい。もうどうなってる、どうなってるこれ。どこ行ったこれ。あ、ザンギが埋めてる、ザンギが埋めてる。うわ、痛い。ちょっと食らった。やめよ、整地しに行こう。やめよ。やばい、なんだ普通に言ってた。これ誰だこれ。自分の家のドアじゃん。うん、キキ中押しで、あの、ほんとだ。心してくれるのか。ちっちゃいアリケン、ちっちゃいアリケンとか言うのか。やばい、やばい、せっかく整地したのに。せっかく整地したのに。ダメージが与えられないな。くそわ。こっちでもう設定変えてくるからな。じゃあ一回ここは動画を閉めていこう。閉めておこう。じゃあ、最後の一言、じゃあアリケンさんお願いします。ですね、じゃあさっき喋れなかった僕の家の壁が壊れたってね、はい、椅子が壊れて、壁に寄りかかってたら、穴が開きました。ってことで、ここから動画ここで終わるらしいです。次回の動画また見てくれよな。またな。無理やり終わらせに来たわ。